星空ガイドが語る宇宙の話。こんばんは、星空ガイドの金さんです。もうすぐ東の空から土星に続いて木星が夜空に登場するようになります。この太陽系で一番大きな惑星木星、皆さんは木星というとどんなことを思いつきますか？私は昔天文台の望遠鏡で見せてもらった木星の大きくて赤い渦巻き大赤斑を忘れることができません。木星の大赤斑は家庭用の天体望遠鏡でも少し性能が良いものなら見ることができます。そこで木星観測シーズンに先立ち、今晩は木星の大赤斑についてのお話です。木星と大赤斑、大赤斑のメカニズム、大赤斑を観測する方法、以上3つについてお話しします。木星と大赤斑。木星のことを太陽になれなかった惑星と呼ぶことがあります。実は宇宙にある恒星は宇宙誕生の時点では半分以上が、現在でも4分の1くらいは連星系をなしています。連星系とは2個以上の恒星によってできた惑星系のことで、太陽系ももしかしたら太陽と木星という2つの恒星を持った惑星系になったかもしれないのです。太陽系全体の重さのうち、なんと 99.86% は太陽の重さです。さらに残りその7割が木星の重さです。木星は太陽と同じく、そのほとんどが水素とヘリウムでできています。木星が核融合を起こして光る恒星になれなかったのは、水素やヘリウムの量が足りなかったためです。もし木星があと 30% ほど大きくなれていれば、木星は恒星になれていました。そして木星は地球の守護神でもあります。木星は太陽系惑星の中で飛び抜けた強力な重力を持っていて、太陽系に飛び込んでくる多数の微惑星や隕石を自らの中に引き込むことで、地球に降り注ぐ隕石の数を減らしてくれています。さて、そんな木星の構造は、中心にはケイ素を主に様々な元素が混合した高密度の中心核があり、その周りを液状の金属水素と若干のヘリウム混合体が覆い、その外部を水素を中心とした層が取り囲んでいるものと考えられています。ただし、これは外見上からの想像に過ぎず、実際のところは未だにはっきり分かっていません。木星は雲に覆われており、可視光で観測される木星の表面は固体の地面ではなく雲の表層です。この雲の縞模様と大赤斑などの渦巻きが木星を特徴づけています。縞模様には明るいところと暗いところがあり、明るい白いところはアンモニアの氷の結晶でできており、温度が低く、暗い茶色や黄色あるいは赤色の部分は雲に含まれる化学物質が太陽の紫外線と反応してできたものとみられ、温度が高い部分とされています。緯度によって左回り右回りと交互に重なり合い、その境目にはまるで違う方向に動く2つのベルトコンベヤーに挟まれて回転する糸車のように、大小さまざまな渦巻きが発生し回転しています。渦巻きの中でも南半球にある大きな渦巻きは木星を象徴するもので大赤斑と呼ばれています。大きさは巨大で、横方向が2万から4万キロ、縦方向1万3000キロくらいありました。これはちょうど地球3個くらい横に並べておける大きさです。この大赤斑はゆっくりと反時計方向に1周6日間で回転しています。大赤斑は赤色をしていますが、これはリン、硫黄、炭化水素類が成分だと考えられていますが、これも詳細は未だに判明していません。この大赤斑以外にも木星の表面にはたくさんの小さな、まあ小さいといっても火星や月のサイズですが、渦巻きがあります。大赤斑のメカニズム。木星に大赤斑があることはかなり昔から知られていました。最も古い確かな記録は190年前の1831年のもので、これより以前にも赤い斑点が観測された記録が残っています。この木星の大赤斑は地球でいうところの台風です。台風とは簡単に言うと、温められた湿った空気が上空に上り雲を作り、巨大な塊になった雲が地球の自転の影響で回転しているものです。地球の自転速度は普段意識しませんが、音速を超える速度で回っています。地
球の外周、赤道は約4万キロ、地球は24時間で一周しますから、4万キロ割る24時間で時速1666キロで回っていることがわかります。なんと旅客機の2倍くらいの速度ですね。さて、木星の外周は44万キロ、地球の11倍です。そして木星の自転は速く、約10時間で一周しているので、木星の赤道上の速度は時速4万4千キロ。15分で日本からアメリカへ行ける速度です。とんでもない速度すぎて、ちょっと想像できませんね。このため木星はとんでもない遠心力がかかっていて、南北方向に潰れた楕円形をしています。木星の大気の厚さは5万メートル。ここで発生して上昇した巨大な雲が木星のこのとんでもない回転速度により大赤斑のような巨大な台風を作るのです。もう全てが文字通り桁違いのスケールですね。地球の観測史上一番大きかった台風は1979年日本を襲ったカテゴリー5のスーパー台風台風20号でした。その最大風速は秒速85メーターで、大きさはアメリカ合衆国本土の半分くらいあり、13日半の間、日本と東南アジアに大変な被害をもたらしました。さて、木星の台風大赤斑ですが、こちらの最大風速は台風20号の4倍、秒速350メーターくらいと見積もられていて、台風の大きさは地球サイズ。発見されてから350年、今でも吹き荒れている台風です。17世紀に発見された当初、地球の3倍ほどの大きさだった大赤斑は、1979年には地球の2倍に、2017年の観測では 1.3 倍に縮小しています。しかし、これは台風の勢いが弱くなったのではなく、渦が垂直方向に高く伸びていて、逆に勢いは増しているそうです。大赤斑を観測する方法。こちらは2021年7月20日午後9時の関東地方南東の空です。地平線から土星に続き木星が上がっているのが見えます。ただこの時間のように木星がまだ上がり始めで地平線に近い場所だと、天体望遠鏡で観測した時に大気の影響を強く受けて画像が揺らいでしまいます。そのため観測はなるべく木星が高い位置にある時の方が良いのですが、7月20日では木星の高さのピークは日をまたいだ午前2時頃になり、その時木星は真南で高さ45度近くになります。この高さは8月10日頃でしたら午前0時頃、8月末でしたら午後11時頃です。さて大赤斑ですが、7月20日の場合、午後9時半頃から木星の左側から見え始めます。そして木星が25度くらいまで上がる午後11時に木星の真正面になり、午前0時半頃右端へ消えていきます。木星は10時間で自転しているため、木星を見てもいつでも大赤斑が見えるわけではありません。しかも見える時間帯が限られていて、その時間帯も毎日変わるので、大赤斑が見えているタイミングを事前に調べておくことが大切になります。例えば、翌日の7月21日は地平線から登った直後の木星には大赤斑は見られず、大赤斑が現れるのは日付が変わった22日午前3時過ぎからになります。事前に大赤斑が見られるタイミングを知りたいとき、天文アプリが便利です。この動画も iPad 用の星空アプリ iStellaHD を使っています。iStellaHD はアストロアーツが開発した iPad 専用の星座ソフトで、屋外で星を見るときは iPad と連動するので、実際に見えている星の方向へ iPad を向けると、その星空の星座図を表示してくれます。表示される星座がとても美しく、拡大もできるおすすめのソフトです。Android やパソコン用にも同じような機能があるアプリがあると思うので、 iPad 以外をお持ちの方は検索して探してみてください。さて、木星の大赤斑を見るには天体望遠鏡が欠かせません。まず目で木星の位置を確認できたら、天体望遠鏡に低倍率の接眼レンズをつけて木星を望遠鏡の視野の中心に入れます。その後、口径7センチから10センチの天体望遠鏡なら、接眼レンズを80倍から140倍になるものに交換します。
20センチクラスの望遠鏡なら明るさが十分あるので、バローレンズを使って200倍から300倍まで無理なく拡大できるでしょう。7億キロも離れた天体の表面なので、空気の揺らぎやちょっとした振動による望遠鏡のブレの影響が出やすく、とても雑誌で見るような迫力ある画像にはなりませんが、大赤斑の有無や大赤斑が移動していく姿を直接目で確認することができます。またカメラを接続できる方は、星座ソフトでデータをスタッキング処理をして、フォトショップなどで色を整えると美しい写真に仕上げることができます。さて、今晩は木星の大赤斑のお話でした。この美しい渦巻きはいずれ消えてなくなります。300年以上続く台風の渦巻きですが、宇宙の歴史から考えるとこれもあっという間の出来事なのかもしれません。今晩の話はここまでです。また違うお話でお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。